お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太が、23日深夜に放送されたラジオ番組、水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論、CBS ラジオ、毎週。水曜 25:00 チルダ 27:00 で、同日放送された日本テレビ系の情報番組、スッキリに、歌手の長渕剛がゲスト出演した時の状況を語った。南海キャンディーズの山里亮太長渕は、23日放送の、スッキリに生出演し、10ヶ月ぶりの新曲、Don't Think Trick。いいチルダ桜並木の面影に揺れて、アイドルグループ、TOKIO に提供した楽曲でセルフカバーもしている、青春、をスタジオで披露した。当番組に、天の声、として出演している山里は、長渕が来る前の張り詰めた雰囲気を、汐留の建物ごと緊張してたね、と表現。実際に長渕がスタジオに登場し、紹介 VTR を見終わった後に、面白くまとめてくれてるね。とコメントした時には、スタッフたちが、褒められた、と舞い上がっていたという。そして、信じるのさ永遠と未来と明日を、という歌詞を、信じるのさ仲間と汗と自分を、へ変えるなど、TOKIO へのエール。とも取れる、青春、が演奏されると、スタジオからは森圭介アナウンサーの、すすり泣く声、いや、号泣の声が聞こえた、とのこと。次に、天の声、コーナーの出番を控えていた山里は、長渕さんが作っためちゃくちゃよ。空気の中、ご陽気に、おはようございます、という勇気はなかった、と明かす。また、長渕さんが帰った後に、トンボを俺が歌うっていうボケをやろうとしたけど、違うと思った、と本番ではやら。なかったことを明かし、あそこでもし俺が、トンボ、歌ってたら、みんなどんな顔してただろう、と振り返っていた。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。